おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。インドが白米の輸出を禁止してから、セネターのクリストファー・ボンゴー上院議員は、世界市場での白米の危機に直面して農業セクターへの政府の迅速な介入を呼びかけています。ゴー氏は新しいバタンガス州立医療センターの起工式に出席した後、この声明を発表しました。インドが白米の輸出を禁止したことに対して心配していたからです。重要なのは農業省です。政府の介入をすぐに始めることですとゴー氏は述べました。インドを非難することはできません。彼らにも優先事項があり、自分たちの国民に食べ物を提供しています。自国内に市場もあります。もちろん我々にとって輸出は彼らの優先事項ではありませんと上院議員は追加しました。これによりゴー氏は、政府がすぐに行動し、インドの白米の国際市場に影響を及ぼすかもしれない問題に対処する必要があると述べました。セネターは、耐干ばつ性のある白米の種子、追加の肥料、追加の灌漑、追加の訓練、低金利のクレジット施設への簡単なアクセスを通じて地元の農家を支援し、白米の国内生産を強化する必要があると強調しました。多くの農家はお金がありません。彼らは手口で生計を立てています。彼らを支援して自給自足の生産能力を持つようサポートしましょうとゴー氏は言いました。インドの白米の輸出禁止は大きな影響を与えます。その国は世界の米の貿易の 40% 以上を占めています。これは特にフィリピンにとって悲しいことです。過去の台風と豪雨で水没したタタに影響を及ぼします。さらにフィリピンの主要な白米の輸入国であるベトナムの価格も上昇しています。そのためゴー氏はフィリピンの農業セクターを強化することを訴えています。それが国にとって非常に重要だからです。ゴー氏は、農業、漁業、そして地方の発展に資金を供給する共和国法第11901号を提案した一人でもあります。またセネターは、農地改革の受益者に完全な作物保険を提供する SBN2117、 農民により良い保険とサービスを提供する SBN2118 も提出しています。情報は以上です。続いてのニュースです。2023年8月6日、フィリピンのアユンギンシュールへの補給任務中に、中国沿岸警備隊 CCG がフィリピンの船に対して威嚇的な行動をとり、国際社会から非難されました。アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本、欧州連合はフィリピンを支持し、中国による南シナ海での挑発的な行為に対して国際法の尊重を要求しています。フィリピン側は国際法の遵守と平和を求めていますが、中国は侵害行為をやめるよう要求しています。このような事件は過去にも発生しており、フィリピンは国際社会と連携して対処しています。フィリピン、アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本、そして欧州連合は、2023年8月6日の日曜日にフィリピンの一隻の船が中国沿岸警備隊 CCG によるさらなる攻撃を受けた際、フィリピンを支持すると表明しました。この事件はアユンギンシュールへの通常の補給任務中に発生しました。アメリカ国務省は、中国の船がフィリピンの公海上航行の自由の合法的な行使に干渉し、フィリピンの船舶と乗員の安全を危険にさらしたと述べました。PRC 中国人民共和国によるこれらの行動は国際法に違反しており、南シナ海での現状に対する繰り返された脅威であり、地域の平和と安定を直接的に脅かしていますとアメリカは述べています。この声明はフィリピンの武装部隊 AFP のチャーター供給船が8月6日土曜日に
CCG の船舶によってブロックされ、ウォーターキャノン攻撃を受けた後に、通常の軍隊のローテーションと補給を完了できなかったことに続いて発表されました。アメリカは、国の公共船舶、航空機及び武装部隊への攻撃により、1951年の米国フィリピン相互防衛条約の第4条に基づく米国の相互防衛義務が発動されると付け加えています。危険で挑発的。カナダは CCG の危険で挑発的な行動を断固として非難しています。同国はまた、中国による隣国に対する継続的な威嚇と強制は地域全体の安全と安定を損ない、深刻な誤算のリスクを高めるとして、国際法を支持する姿勢を再確認しました。フィリピンの船舶の合法的な活動を妨害するための危険な動きと、ウォーターキャノンの使用は受け入れられない行為であり、国際法における中国人民共和国 PRC の義務と一致していませんと、カナダ大使館は声明で述べています。国際法の完全な尊重を確保することによって、共同で海洋資源の効果的かつ協力的な管理、海洋安全保障の維持、海洋生物多様性の保護、及び海洋境界の尊重を設定できるのみであり、国際法の下での全ての国の権利が保護されますと付け加えました。オーストラリア、日本、及び欧州連合 EU も別々の声明を発表し、フィリピンを支持し、中国に対する1982年の国連海洋法条約ウンクローズと2016年の中国に対する仲裁判決の尊重を呼びかけました。オーストラリアはフィリピンに対する最新の行動に懸念を抱いており、これらの行動は危険で不安定化しているとオーストラリア大使エキョンユはツイッターで述べています。南シナ海におけるウンクローズへの平和、安定及び尊重の呼びかけを再確認します。これは重要な国際水路です。日本大使館長の越川和彦氏はフィリピンの立場を強く支持していると強調し、海上での合法的な活動を侵害し、航海の安全を危険にさらすような嫌がらせと行動は完全に受け入れられないと述べました。欧州連合 EU のフィリピン大使ルクベロン氏は、中国による危険な行動について非常に懸念していると述べました。 EU はフィリピンと共に国際法に基づく秩序を維持しますと彼はツイッターで述べました。 EU は2016年の南シナ海における仲裁判決の法的拘束力を支持しています。初めてのことではない。これはCCG がフィリピンの船舶を嫌がらせし、ブロックしたのは初めてではありません。7月にも、フィリピン沿岸警備隊 PCG の船が、アユンギンシュールへの補給任務中に、大幅に大きな中国沿岸警備隊の船舶によって、絶えず追跡され、嫌がらせを受け、妨害されたと報告されています。最新の事件の後、AFP は、中国の中央軍事委員会に対して計算ミスと事故を防ぐために慎重に行動し責任を持つようにと求めました。しかし CCG の広報担当官ガンユー氏は、沿岸警備隊は必要なコントロールを実施したと述べ、フィリピン側に対して直ちに海域での侵害活動を停止するよう呼びかけました。情報は以上となります。今日もニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。